滋賀高原、滋賀高原スキー場、はすいけスキー場、は水けスキー場は水けスキー場は長野県下高井郡山の内町にあるスキー場である。滋賀高原スキー場の中央エリアに位置し、滋賀山と坊主山との谷間にある、なだらかな北西六の寒斜面に開かれたスキー場である。コースレベル配分は、上級0%、中級55%、初級45%。隣接する、 丸池スキー場や近接するジャイアントスキー場との間を滑走、またはリフトを通じて往来することができる。西側のコースを滑るとそのまま丸池スキー場に連絡し、東側のコースを滑ると中盤で右に分岐してジャイアントスキー場に連絡するコースがある。また、スキー場最下部においてもジャイアントスキー場にアクセスできるコースがある。リフト1路線、コース3本。 標高1505から1570メートルリフト運営主体は、滋賀高原リゾート開発。営業期間は12月下旬、3月下旬まで。コース名の由来である、ハスイはスキー場から若干の距離があり、マニシラカババヤシや宿泊施設などがあるために明瞭には確認することができない。2020から2021シーズンの中央エリア限定リフト料金は、 以下の通りである。滋賀高原18スキー状況ツーリフト圏については、滋賀高原スキー場を参照のこと、麓付近に5件の宿泊施設がある。営業中の宿泊施設廃業、休業中の宿泊施設長野県側の湯田中方面からは、国道292号線の23号カーブを過ぎて最初の交差点を左折すると、 市賀高原総合会館98駐車場がある。さらにその先の多く市が林道との分岐を越えると、国道沿い右側に、は池スキー場駐車場がある。長野電鉄長野線の湯田中駅前から超電バス、白根火山線で、池の平停留所下車、徒歩1分。東日本旅客鉄道北陸新幹線及び、新越本線の長野駅。 東口バス広場、あるいは、東日本旅客鉄道北陸新幹線を呼び、飯山線の飯山駅ちくま川口バス広場から、超電バス急行しが高原線で、はす池停留所下車、徒歩4分。ありがとうございます。